Good afternoon guys, my heroes. Welcome back to my vlog. This vlog is gonna be episode 10. Time is flying, isn't it? Anyway, I'm sorry, I'm not gonna speak English today's vlog. I'm sorry for that. But finally, today, I'm gonna get the computer, as you know. If you have a question, what I'm saying now, you can look back my vlog number 8. I'm gonna link in the description, you can check it out. So, it's time to leave and change the language.はい、皆さんこんにちは。皆さん元気ですか？今ですね、僕たちはこのコーベントガーデンという場所に来ました。ここにアップルのショップがあって、そこでついに今日は前言った通りコンピューターをゲットしようかと思っています。アップル、アップル、アップル。Oh yes, Apple. Where's MacBook? Where's MacBook Pro? Hey, 今着きました。今から13インチの MacBook Pro をゲットしようと思います。どこだ、どこだ、どこだ。13インチか15インチか。よっしゃ、皆さんついに MacBook Pro 買ってやりました。かなり高くてちょっと今ビビってますけど、でもね、これからもっともっといい映像を発信できるかなと思いますので。パソコンゲットってやったので、今から僕たちのホームタウンショーリッチに戻ろうと思います。はい、今バス乗って自分たちのホームタウンショーリッチの方向かってます。ですね、話は変わるんですけど、自分のブログ最近ちょっと見てて思ったことがあって、俺毎回のようになんか飲んでるな、パブ行ってパブ行ってパブ行ってみたいな感じですげえ飲みまくってるやつみたいになってるんですけど、それはちょっと語弊があって、基本的に僕は月曜日から金曜日までは普通に仕事をしていて、このブログを、金曜日の夜から日曜日のその、2.5 日っていうのかな、ブログやってるので、もういつも飲んでるように見えるんですけど、平日は僕は一切飲みません。平日は一切飲んでないので、勘違いしないので。で、どんな仕事こっちでやってるかというと、簡単に言うとオンラインの、服屋さんで、なんかこう梱包したり検品したり、たまにモデルやったりとか、そんなようなことを月曜日から金曜日までやっております。チラチラ。ケント君、日本帰ったら何食べたい？牛角。肉だね、肉だよね。肉だね、もう。ホルモンとか好き？好き。俺はホルモン大好きなんです。ホルモンファン。レバーが好きだ。あ、レバー。レバーもだってホルモンだもんね。あ、そうなの。うん。レバー好きだ。僕にホルモンをください。はい。今ケバブショップに来ました。うまそう。Yes, please.ケバブー、ケバブー、ケバブー。あー、ケバブうまかった。そしたらね、これで今日はこの辺で今日のブログを終わりにしようと思います。
気に入っていただけたかな。気に入っていただけたらぜひともいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。さあ行くぜ。 Are you guys ready? Bye bye. I'm going to sign off today's vlog. Thank you for watching my heroes. Goodbye.